さあ、タワー平の夕日、どうでしたか？いや、もう最高でしたね。最高でしたか？まさか見れるとは。数分でしたけど。いや、本当に。奇跡で、神秘的、噛んだ。神秘的でした。いや、あまりの興奮にね。ね、噛まれた。あと、羽ありと。羽ありと。すごいですね、タワー平さん。さあ、そして夕日を堪能したということなんで、はい、これから、宿に向かいたいと思います。あ、なるほど。もう宿へ。で、宿なんですけれどもですね、そんなちょっと近くはない、ちょっとなんですけども、はい、ここから109キロ先なんです。ちょっと待って。109キロ?109キロです。いや、めっちゃ遠いやん。ちょっとす。ちょっとじゃ、感覚おかしいって。いや、北海道では隣です。そうや。隣の家の感覚です。はい、嘘や。109キロ。めっちゃ距離あるやん。高田が109キロ先だ。高田さん、めっちゃやって。いや、ちょっと待って、でもそんな遠いのに。なんで日没まで待ったん？いや、でも、すごかったじゃないですか。いや、それはすごいよ。そうですよね。すごいけど。いや、帰れんのほんまに。いや、109キロ帰れんのでも、すぐですよね。いや、違うって。コンビニ行く感覚ですよ。どんな感覚しとんねん、あんたら。前行こう、もう。行きましょう。行きましょう。行こうよ。行きましょう、もう、坂井さん。行きましょう。もう、何や、これ。何や、これ。さあ、今ですね、我々は今夜の宿に向かっているんですけれども、ここで北海道のおすすめスポットをご紹介したいと期待します。まだまだあるという部分、ね、まだまだございます。函館道南エリアから行きたいと思います。明治維新最後の戦いの舞台、五稜郭公園。今回は五稜郭公園。飛行機の窓から。パーンと見ましたね。ミシュラン一つ星の観光地金森倉庫。ラッキーペーサーの向かい。なんですよね。はい、そうですね。はい、中も入ってないんですけど。入ってない。桜の名所100選に選定されている松前公園。これもすごいですよね。行きたいな。ぶどう栽培から醸造まで全てを芝で行っているお薬ワイナーです。はい。先生はお酒の方が。お酒好きなんですか、ね、あら、お酒続きまして、札幌&小樽道央エリアでございます。日本新三大夜景都市で選ばれた札幌森和山倉の夜景。札幌もあるんですね。あるんでございます。そうです。函館の夜景は見られなかったということで。そうです。黙々でした。レトロな街並みがロマンチックに包まれる小樽運河。うわ、ほんまや。そうですね。ちょっと函館と街並みも似てるんですが、ね、はい、また別のね、トリキューでしたね。小樽で食べるお寿司。出た、お寿司。お寿司、お寿司好きですか？好きですね。通風なんですけども、ウニ、イクラ、爆発するやつでした。エビ。朝ドラで大人気、日韓儀式、余市蒸留所。おお、マスター。ね、そう、マスター、マスターそうです。旭川&東北エリアに参りましょう。ホッキョクグマがお客さん向けてダイブする旭山動物園。どこ行きたいですかっていう質問に対して僕はここが行きたい。北海道で醤油ラーメンといえば旭川ラーメン。ラーメン大好きなんでね。ラーメン大好きです。これもちょっと食べたいなっていうのもあるんですよね。日本最北の地、宗谷岬。これでもやっぱり行かなきゃいけないじゃないですか。いや、そうです。これも夕日すごく綺麗ですよ、この写真。すごいです。これですよ。これはすごい。本物ですよね。僕らも見たことないです。色とりどりの花が咲き誇る広大な丘、富良野&美瑛。うわー、綺麗。これはすごい。綺麗だ。まあね、まあ時期によっては出ますね。ということで今回はここを全部すっ飛ばして伊賀先生が阿弥陀で選んだ道東を満喫中ということでございますね。いや、まあそうですね。見てる方はね、道東はもちろんいいところですが、紹介した場所もいいところなのでぜひね、遊びに行ってください。はい。